はい、おはようございます。今日はね、玉手山1号墳2号墳回ってみましょうかね。前方後円墳でございます。これ1号墳でございます。一周回れるかね。中入りたいんだけど入れんのかな。上にあと上にはね、墓があるんですよ。どうもね、あれ見たいんやけどね。あ、ここに看板ありますわ。これね、はい、1号墳。先週は3号墳は回ったんだけどね、山のてっぺんでございますけどね。これ看板でございます。全長110メートルぐらいだったかな。そうですね、110メートルですね。はい、じゃあちょっとこれ回ってみましょうかね。回れんのかな。あの上に上がれてんだけどね。下から10メーター以上ありますね。お、入れそうやね。あれに看板あるってことは入れちゃうかな。これずっとここまでかね。これおそらくそうやね、これね、ずっとそうでございます。山のね、稜線作ってるんで、まだ土もらんでいいからね、削るだけやからまだ楽でしょうけど、もうだいぶ下ってるね。おお、ここまでかね。これなんだ、ここは。この字から見てみようか。ここでなってんだ。この描写ちょっと見てみましょうかね。ここが公園でね、この中になってね、ここから向こうまでずーっとやから、もうかなり110メートルだったらありますね。横回ってみましょうか。これは円墳からやったら30メートルくらいかもしれない、下までね。まあだから号なんかなかったでしょうけど、これ住宅地の真ん中でございますからね。無理か、これそうやけどね。周りはね、住宅街だからみんなね、大きくなっとるんでね。ああ、これ先上がってきたとこやな、これまで。わかりましたわ。ということはね、もう一回一周して、上に上がるとこどこかあったな。あれ上がってみましょうかね。ずーっとほぼ一周ね、住宅街になってますわ。住宅建ってますんでね。見えないです。左から上がってみよう。あ、こうやって見えるか。こちら側から上がれないんかね。上にね、お墓があるんで、あれちょっと見てみたいんだけどね。一周回ってもうたけどね。上で途中から上がってみましょうか。一周しましたけど、どこかその辺かかると終わったんだけどね。あ、そこありますわ。さあ、じゃあ墳丘に入ってみましょう。大阪夏の陣のね、奥田さえ杉木墓まであるんですよ。玉手さん1号墳、はい、流れましょう。ほら、高いわこれ。よく降ってみるとこないわね、それ。円墳の方が非常に高いですね。あら、ほんまに墓地でございました。ここからちょっと方墳の方見てみましょうかね。うん、大体残ってますね、感じは。もうね、ぐるるみんなね、住宅街になってますからね、住宅地になってますからね。はい、失礼します。墓地の中はちょっとお墓の横をね、撮って
はい、失礼します。ここはいけんねやろ。これは墳丁でございます。これは二条段見るしね。何本も転がっとるんでね。こんな感じだね。あ、見えんか。こちらの方が2号本、3号本 見えへんのかいな。あ、高いですよ、これ。あれ、なんだ、あの穴は。こんな感じで、あっちが2号本ですよ。あの奥が3号本やけど、見えないけどね。建物の後ろだろうかな。いやいや、それですよ。これの後ろが3号本ですよ。ちょうどね、建物があるんで見えないけど。ということはね、2号本はどう回ったらいいんかね。こう回っていこう、2号本はね。はい、後で回りますけど。今日はね、降水確率 40% ということでね、ちょっとあんまり天気が良くないんだけどね。これ降りられへんのかね。ちょっと降りてみようか。これは高いわ。下まですごい高さよ。20メーター以上あるんだよ。30メーターないか。20メーターぐらいあるかもしれない、これ。はい、こんな感じだからね。ここから見るとこんな、お墓でございます、墳丁はね。これは何なんだろうね、これ。なんか掘りましたか。A 群だけは入りましたけどね。まあ前方後円墳の中にね、お墓があんまりないんやけどね。先々週ぐらいもどっかであったな。ああ、長岡教授ね、伊賀山公園やったっけ、あ、もね、中入れなかったけど、これ、降り入れないか。降りた跡がないからね、ちょっと無理でございますか。奥の方無理でございます。歩けませんわ。周り一周回さないけどね。ああ、歩けない。入れないね。ここは公園でございます。さあ、なら、行きましょうか。ちょっと形状わからんな、これじゃ。こう見てみるか。こんな感じかな。ね、この円墳で向こうは方墳という感じが、うん。またカラスが来ましたよ、カラスが。はい、玉田さん1号墳でございました。はい、ありがとうございました。